こんな夢を見た、第一幕、女。こんな夢を見た、青白く光り出した上弦の月を、ただ心地よく眺めていると、冴えた調子で、もし、と呼ぶ声が耳に入った、女の声だった、やや緊張感を含んだ声色に惹かれ、声の方へ向き変えると、白蓮の狐面をつけた女が立っていた。 女は白い衣の前で重ねた手をほどいて、ゆらゆらと手招きしてから音もなく歩き出した。向かった先には、名誉な病院があった。私が断言できることがあるとすれば、そこは病院であった。そう、そこは確かに病院に違いなかった。閑散とした商店街の一角を曲がった先に、その病院はあった。 院内は薄暗く、窓から差し込む月明かりに灯されて、ゆらゆらと揺らめく光の玉が、長く伸び始めた影を屋内へと引き寄せていた。長い、長い夜だった。白衣を着た武骨な男と、あたりとも触らない会話をしていると、狐面の女が、夫もなく月白の杯を運んできた。進められるままに、手元の杯を開けては満たす。組み交わすたびに、 体がふわりと軽くなるのを感じた。ほどなくして、どこかからお囃子が聞こえてくると、男は踊るような足取りで、夫の方へ向かった。女は空になった逆を軽く拭き取り、私の懐に滑り込ませて、そっと首を傾けた。そのまま、力が抜けて軽くなった体を仰向きに倒して、まぶたを閉じた。やがて吸い込まれるように深い眠りに落ちていった。一時の後、 瞼の奥に揺らる影を認め、閉ざしていた瞼をのっそりと開けた。天井の隙間から伸びた影がぼーっと現れては揺らいでいた。私は固くぐらついた手術台の上にいた。そこから隣の部屋の中庭に面した大きな窓へ目を向けると、月明かりが仰向けに寝た狐面の女をうっすらと照らしているのが見えた。狐面は鈍く透明な光を反射し、奇妙に浮き上がって見えた。 すっかり重くなった体を起こして、その光のたもとにすりおり、ごくりと息を飲んだ。そっと面に手を添えて、その下へ視線を滑り込ませたと同時に、ぼたりと懐から、杯が転がり落ち、音もなく二つに割れた。あたりは暗闇へと変わり、雨音だけが取り残されて、聖なる空にその気配だけを残していた。月はいつしか南の空に沈んで消えた。ただ、 寒散とした景色をあてもなく歩いている。そこへ雨が降ってきた。目前に飛び込んだ光の方へ小走りで駆け込むと、冴えた調子で、もし、と呼ぶ声が耳に入った。女の声だった。青白く光り出した月が一つ、黄昏の空に登り始めていた。